か3人とか歩いと喧嘩売りに。もう夜の12時回っとるぞ。女子カメラ不走行為法違反、一人で歩けって絶対そうなるからな。踏切に回ったってあかんやろ、状況全部一致するから。一応ああいう風な言い方しなかったら若い人間すぐ勘違いする。本当にこの方見えてますかね。ね、夜の12時回ってる。だから髪の毛染めてなければまともかっていうとそうでもない。だからもう行動で最終的に物事見るんですけど、もう髪の毛染めてる人間もダメですよ。髪の毛染めなくなるぐらいの根性、本当は誰でもあるから、その次の段階、やっとそれで。次、行動。もう髪の毛染めてる人間の行動見た方が早い。そいつは大体間違えてる。生かすわっていう声聞こえてきた。また歩かせるつもりなんじゃないの？多分ね。まあ、ある程度、多分20代だと思うけど、若作りしてるやつは若作りしてるから、8月29日、2023年。これカメラどこにあるのかな？カメラの話したからそうなのかな？目線でわかるから、本当は。目線。僕が撮影してるとき、スマートフォン、今スマートフォンで撮影。本当は画面がテレビになってる、家の中覗いてくるテレビ局の人がね。本当。もうそれ証拠とかある。どうしようかな。ちょっと待ってな。ボタンがついたな。これじゃ無理か。まあ、8月の29日だから、バレたらバレたで、今度コンピューターが AI 判断でそのカメラの位置付けで目線合わせてきてる可能性が高い。本当のこと言ったら状況を変えてくるんですよ、電子機器の内容ね。これが本当のこと。それとある一定の例えばさっきアップロードしたのがワンピースについて2と3、それで僕が笑っていたからといって各自が間違えて言うルールなんかない。夜中に先ほどのあんな時間帯に喋りながら集団で歩くやつなんかまずいない。あいつらは調べた方が早い。多分何かしてる。そういう奴らの引き金になったのが春山整骨院で、もうこの地域一体今度はもう全滅。ツタヤとかゲオとかできたから。もう絶対そう。アダルトコーナー。もう人格破綻者、独出。悪いことしてる自覚ないから。あれ本当は脱法行為。性暴力、エロ業界。で、暴力団、本当。小指落としの人間とかおる、本当に。で、警察官とか病院の方に、内通者が存在するっていうのは、昨年宝塚三田病院に入れられた時に2週間後に8病棟に小指落としたやつ、まあ物、入れてきてるっていうことは、強制入院させてるっていうことは、淡井圭介が8病棟に存在していることを知っている。で、意図的にそいつを送り込んできて威嚇行為ね、小指落としてる人間見たら怖くないでしょう。で、そのもの、体格、ラグビー選手以上。めっちゃ鍛えと。あれだけ言っておいたのに、本当に。すぐわかるから、病院内とか警察官に内通者が存在することぐらい。何を言ってよくて、何を言って悪いか、巡査部長ではわからないよ、ずっと。本当のことだけ言っておくこと。で、自分の名前ぐらい公表しておくこと。フルネーム。で、僕みたいに免許証、
顔写真付きで貼り付けておくぐらいの根性必要。警察官本物になろうと思ったらね。だからさっきの3人組も多分電波で動いてる。動画の内容って先アップロードしたから内容絶対見てない。見るのに1時間近くかかるから、1つ2も3もワンピースについて2も3も2と3を見ようと思ったら1からまず見るでしょ。ある程度笑い話混ぜなかったら漫画ばっかり見てる人って政治経済とか、あとテレビ局の嘘の放送とか分かんないでしょ。で、世の中の現実から開示するから、ある程度そうします。もう僕もその方針で物事を舵、回してます。で、まあ、あまり長くなるとあれなんで、まあ、証拠です。裁判所が拒否する法律あるんです。証拠に関してね。受け取るものは受け取ります。裁判所の勤務者もそこまで崩れてませんから。ただ、あんまりこの人たち自分の仕事よく分かってないなっていう人はたくさんいます。裁判所の人ね。自分の名前を明かさない人。本当は悪いことしてる。